それでは踊っていただきましょう。コボ勝ち側の皆さんです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。ちゃんと自分の席に座っていただいたでしょうか。変わったとしょっぱな春日市勝ち側から来ましたコボ勝ち側と言います。どうする家康の物語、今 NHK で流行っていると思いますけど、小牧長久手の戦いの時にどうも勝ち側に家康さんが来ていただいて、勝川と命名したらどうだということで勝ち側となったというような伝説。この豊臣じゃないわ、徳川秀吉ですね。徳川秀吉が出世するところがこんな感じなんじゃないかなっていうのを、鳴子堂で作らさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは踊らさせていただきます。いざ。その一生はこの世を終え遠き道を行くがごとし、急ぐべからず、不自由を切れと思えば不足なし、心に望みをこらば困窮しなる時を思い出すべし。徳川家康がまずくる川、その名は勝ち川。はい、撤収。